皆さんおはようございます、大です。ここはですね、夜明け前の JR 金沢駅東口です。日中はね、観光客でにぎわっているこの東口鼓門前も今は人が全くいませんね。これからですね、私東京に向かって帰るわけなんですが、ただまっすぐ北陸新幹線に乗って帰るっていうのはなんかちょっとつまらない気がするんですよね。ということで、今回この動画は北陸新幹線の全種別に乗って帰郷してみたということでお届けしてまいります。北陸新幹線には輝き、白鷹、剣、浅間の4種別が走っているんですが、剣は金沢、富山、浅間は長野、東京の区間列車なんですよね。それらの区間列車もね、使ってうまく乗り継いで、これからね、東京に帰郷します。では早速ね、金沢駅の新幹線改札口の方に移動しましょう。ということでね、金沢駅の新幹線改札口までやってまいりました。現在の時刻っていうのが午前4時9分ということで、新幹線改札口前にはシャッターが閉められていますね。で、今回使う切符っていうのはちょうど今右下に画像が表示されたと思うんですが、九頭竜湖から東京都内までの学割乗車券と、金沢から富山までの剣700号グリーン車指定席券、富山から軽井沢までの輝き508号、白鷹558号の指定席券、軽井沢から東京までの浅間480号グリーン車指定席券です。ではシャッターが開くまで少し待ちましょう。さて、シャッターが開いたのでね、早速入っていくわけなんですが、まずこの金沢駅の改札口で入れるのはこちらの九頭竜湖から東京都内の乗車券と、金沢から富山までの剣700号のグリーン車指定席券ですね。こちらへ早速入っていきましょう。ということで、北陸新幹線全種別乗ってきたのトップバッターを飾るのは6時50分発の剣700号ですね。こちら12番線から出るみたいなので、12番線の方に移動しましょう。さて、12番線ホームやってまいりました。もうすでにね、12番線には富山まで乗車する剣700号が入線してますね。で、今回ね、グリーン車11号車の1番 A 席を取っているんですが、1番 A 席っていうのは10号車後ろ寄りのドアから入る方が早いんですよね。なのでこの10号車から乗車していきましょう。またこの車両ですね、 JR 西日本の W7 系ですね。自分 W7 系乗るの2回目なんですよね。結構楽しみです。では乗車していきましょう。さすがにね、金沢富山間の約23分の所要時間でグリーン車を使う人はいないんですね。11号車、私と大隅くんで貸し切りです。快適ですね。さて、富山までやってまいりました。続いてね、輝き508号に乗って長野まで行くんですが、輝き508号が富山を出るのは10時5分ということで、あと3時間ぐらいあるんですよね。なのでちょっと富山観光の方をしてこようと思います。ということでね、富山で京阪、西武、東急、路面電車などに乗って時間を潰しました。ここからね、輝き、白鷹、浅間の順に乗って東京へ帰ります。で、この富山駅の新幹線改札で使う切符っていうのがこちらの九頭竜湖から東京都内までの学割乗車券と、
富山から軽井沢までの輝き508号長野乗り換え白鷹558号の指定席券です。こちらで早速ね入っていきましょう。さて続いてこの富山から長野まで乗車する輝き508号東京行きっていうのは12番線から10時5分発ということで12番線の方に移動しましょう。ということでね12番線ホームやってまいりました。見ての通りねまだ輝き508号の東京行きは来てないんですよね。なので今回乗車する9号車の乗車口付近に移動して列車車で少し待ちましょう。さて輝き508号やってきましたね。こちらを次の長野まで乗車します。ということでね現在富山の一つお隣黒城宇奈月温泉駅を通過したわけなんですが、この輝き号にですね JR 西日本の W7 系なんですよね。金沢から富山まで乗った剣号も W7 系でしたね。ということでね長野までやってまいりました。この駅でね正面で環球接を取っている白鷹558号に乗車します。で乗車する車両もね9号車ということでまっすぐ乗り換えるだけですね。楽でいいです。さて軽井沢までやってまいりました。続いてね浅間480号に乗車するわけなんですが、この浅間480号が軽井沢を発車するのは15時22分ということであと4時間ほどあるんですよね。なのでこの軽井沢で途中下車しようと思います。さて軽井沢駅でね途中下車をして旧軽井沢駅舎や EF632 号機の生態保存をね見学したりして時間を潰しました。ここからねこの軽井沢始発の浅間480号に乗って東京へ帰ります。でこの軽井沢駅の改札口で通す切符っていうのがこちらの
九頭竜湖から東京都区内までの学割乗車券と軽井沢から東京までの朝間480号グリーン車指定席券ですね、こちらに早速入っていきましょう。ということで軽井沢駅の一番線ホームやってまいりました。まだ一番線ホームにはですね、今回の北陸新幹線全種別乗って帰郷してみたのフィナーレを飾る朝間480号は入線していませんね。では列車が来るまで少し待ちましょう。ということでね、一番線には15時22分発朝間480号東京行きやってきましたね。こちら JR 東日本の E7 系です。で今回座らせ席っていうのが鶴木の時と同じ1番 A 席ということで、1番 A 席はですね10号車後ろ寄りのドアから入る方が近いということで、早速乗車していきましょう。本日も北陸新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は朝間東京行きです。ということでね、終点東京までやってまいりました。ではね、外に出ましょう。ということでね、東京駅の丸の内口外までやってまいりました。北陸新幹線の輝き、白鷹、浅間、剣、4種別全部乗って帰郷してみたという動画いかがだったでしょうか。途中下車する際ね、私途中下車の様子映してなかったんですが、これなぜかというとですね、切符に全部無効印押してもらってたんですね。さすがにね、改札窓口のところをね、動画で映すのはどうかなっていうのがあったので、途中下車の様子は撮らなかったんですよね。皆さんもね、ぜひ北陸新幹線全種別乗ってみた、やってみてくださいね。ではこの動画はここでおしまいとなります。長くなりましたが、ご視聴ありがとうございました。